オタファの秘密基地。動画をご覧の皆さん、こんにちは、オタファです。今日紹介するのは、これだトランスフォーマーズパワーオブザプライムオプティマスプライムだ <music> おー来たーまずはパッケージ。大きさはリーダークラスで、ロボットモードでこの中に入っていました。これが、私にいい考えがある。オプティマスプライム。 そう、これは世代によってはコンボイという名で親しみのある人もいるかもしれませんね。オプティマスプライムっていうのは劇場版とかにも登場していました。あのオプティマスプライムの元ネタですね。パッケージの横。このキャラクターは知っていますかこれはオライオンパックスといって、オプティマスプライムたちトランスフォーマーはサイバートロン星からやってきましたよね。そのサイバートロン星で、まだオプティマスプライムがリーダーになる前、 オライオンパックスという人だったんです。これがね、ガングで再現されています。パッケージの反対側、パッケージの背面。これはどういうおもちゃなのかというと、まず、これですね。オプティマスプライムのビークルモード。キャブとトラックがあって、このキャブのところがトランスフォームして、さっき言った、オライオンパックスになる。で、後ろのトレーラーがトランスフォームして、この強化アーマーのようになって、 この二つが合体。オプティマスプライムになるわけです。そう、これは合体ロボットなんです。いやー、たまんない。それから、この部分にちょっと絵が映っているんですけども、リーダーの証、マトリックスを、この胸部の中に格納することができます。変形ステップは全部で33。そこそこ難易度がありますね。さあ、というわけでね、早速、ビークルモードからじっくり見ていこう。カンボイ、カンボイ。 中に入っているものをすべて取り出しました。キャラクターカード。オプティマスプライム。12のプライムのマークがあります。オプティマス、う、えーオ,オ,ニオニックスみたいな感じ。<laughs> 説明書。変形工程など。表裏にぎっしりと書いてあります。さあ次は付属品。マトリックス。真ん中の部分はクリアーパーツになっていて、綺麗です。 後ろ。で、これは取り外せます。今回の新シリーズ、パワーオブザプライムには、こういうヘッドマスターぐらいの大きさの、このパーツが入っていて、さっきのそのマークとか、いろいろなものがあります。ちょうどこのサイズが、ここ近年のトランスフォーマーで展開しているヘッドマスターズ。ここと同じサイズなんですよね。例えば、こんな風に、セットすることができます。 おう、これ量産型って感じ。ここに取り付ければ、こんにちはこんな感じでね、遊べます。うん、まあ、これ遊べてるのかわかんないんだけど。サイズが同じ。さあ、そしたら、この正面の部分。ここが空いて、 この中に収納することができます。おお、この前面の部分、ここを見ていきましょう。造形はこのようになっていて、もうちょっとこの辺ボコボコしてるかなという感じ。タイヤ。上から見るとこんな感じ。 正面はこのようになっていて、まあ、細やかな塗装が施されています。ウィンドウの部分はクリアパーツ。で、この後ろと、ここで連結します。じゃーんこれがオプティマスプライムのビークルモードだいやー、このプロポーション最高ですよね。もうまさしく、あの僕らのコンボイといった感じ。まあ、オプティマスプライムなんだけどね。 このように、ロ走行ができます。この後ろの部分。ここの部分はステッカーですね。僕はあんまりこういう処理好きじゃないんだけどね。ここ最近、トランスフォーマーによってはこういうシールになっています。上にはブラスターがあって、これは2丁が連結された状態になっています。これと、これ。 あとで、後ろの部分のやつもお見せします。天面はこのようになっています。うーん。いいですね。小さなステッカーがいくつか貼ってあります。他のおもちゃと大きさ比較。まずは、G1 コンボイ。一番最初のやつですね。それの復刻版。この正面のキャブの部分は大きさが大体同じです。 パワーオブザプライムの前の前作、タイタンズリターンのオプティマスプライム。これは大きさ、ボイジャークラス。パーフェクトエフェクト。ジンライプライムと、本家トランスフォーマーのスーパージンライ夢のダブル司令官が揃い踏み。大きさ比較はこんな感じ。さあ、お待たせ。ここからは変形。オプティマスプライムをロボットモードに、トランスフォーム 今回のオプティマスプライムのオタファーテクニーカルレベル、ズバリ 5! これがね、面白い変形をします。いわゆるパタパタ変形ってやつ。まずは、これを変形させてオライオンパックスにします。ゆっくりいきます。まずは、ここを上に起こして、これを前に持ってくる。判定側も同様。ここ気持ちいいですよね。 そしたら、後ろの部分。これが足になります。ここにロックがあって、下に下ろすと、ロックが外れます。そしたら、左右を分割。下に下ろす。そしたら、正面がこっち。足首。腕。 この部分をこっちに持ってきて、ロック。反対側も同様。腕を下に下ろして、手首。反対側も同様。そしたら、この胸部のパネルを、 起こして、頭部をこのようにすれば、完成これが、オライオンパックスだご覧くださいこれすっごいよくできてるんですよね。横。後ろ。近くでじっくり見ていこう。まずは、頭部。この顔がすごくいいんですよね。このぷっくりした唇。 目の部分は塗装。頭部はボールジョイントでぐりぐり動きます。腕の付け根。肩はボールジョイント。これはそんなに上には上がらないですね。ロール。肘。あとは手首。これは変形の恩恵で、こう下に行きます。胸部のデザイン。この部分はクリアーパーツ。オートボットのマークはステッカーです。あとはイエローの塗装。 シルバーもあります。腰の可動はないですね。足。横。膝。足首。アクションスラッと立たせるだけでもいいですね。手や足を大きく開くと、こんな感じ。これ近くで見ると、こういったところ、あの、肉抜き穴がちょっと目立ちますね。 まあ、後ろとかから見ると問題ないんだけど、足回りを中心に肉抜,抜き穴があります。後ろのトレーラーの、ブラスター。これが連結した状態。これでも持たせることはできるし、さっきのように、分割して、手に持たせると、このようになります。僕個人的な好みでは、これ一個持たせてる方がなんかいい。 海外のイベント、ボットコンで発売された限定のアルファアトリン様。これと一緒に並べるとこんな感じ。劇中でこういう風に登場していましたね。このまま大きさ比較いきましょう。G1 コンボイ。頭の高さで、オライオンパックスの方がちょっとだけ大きいかな。パーフェクトエフェクトのジンライプライム。これもオライオンパックスの方がちょっと大きいけど、まあ、ほぼ大体同じぐらい。 タイタンズリターンのオプティマスプライム。大きさ比較はこんな感じ。さあ、そしたら、後部トレーラーを強化アーマーにトランスフォーム。この後部トレーラーに関しては、まあ僕のやりやすいように変形させます。ちなみにさっきの後ろ側のこのブラスターはここについていました。これを取った状態からスタート。まずはこのパネルを開く。真ん中ぐらい。後ろもあります。 下か。か。ここを開いた後に、今度はここ。左右を分割。そしたら、ここの側を開く。後ろ。この側が、パタパタと折りたたまれていきます。 これ、気持ちいいですよね。そしたらこれがこの中に入りますこう反対側も同様これがもうパタパタ変形って言われるところですねこう足首 で、これを横から見ると、ちょっとこう斜めになっています。前に起こす。足の根元に、ワンクリックあります。足を先に変形させると、腕がやりやすい。そしたら、腕を開く。で、開いた時に、この側をちょっとどかしながら、こっちに持ってきて、この腕の付け根。ここも、ロックがあります。そしたら、腕を上に上げて、 この根元を下に下ろすわけですね。これ気持ちいい。カバーを閉じて、後ろ側を折りたたむ。こで、ここはロックがあります。こで、ここに煙突があります。これを展開。これで片腕の変形完了。反対側も同様。ちなみに、これちょっと細かいんですけども、 ここにも、ロックがあります。このロックを外した後に、ここっちに持ってきて、根元。上に上げて、下ろす。カバー。こう、パチパチと決まるところが気持ちいいですよね。 そしたら、この部分に連結ジョイントがあります。連結ジョイントを収納。これで強化アーマーの完成。オライオンパックスと一緒に並べるとこんな感じ。ああ、いいですね。こうなるわけです。さあ、そしたら、オライオンパックスを合体準備状態にします。腕。腕に上上に上げて、手首を収納。 判定側も同様ここ。そしたら、頭部を起こして、胸パネルを開く。オプティマスプライムの頭部を起こして、前に出す。そしたら、オライオンパックスの頭部は、180度回転させて、この中に、収納。足。足首を収納して、 180度回転。で、ちょっと見えるかなこここれがピンになっていて、ここに接続されます。こうですね。反対側も同様。これで合体準備状態の完成。このようになります。さあ、そしたら、 トレーラーが変形した強化アーマーと合体。これは後ろから接続します。こちなみに、ここにスイッチがあって、下に下ろすと、外れます。これを正面から見ると。完成 !I'm Optimus Prime! 見事に変形合体しましたこれがパワーオブザプライムのオプティマスプライム早速手に持ってみようこれ大きさ、リーダークラス。こう手に持つと、でかいですいやーあの、冒頭でも言ったけど、こんなまともなオプティマスプライムすっごい久しぶりに見る。うん。プロポーションもマッシブで、ま、ほんに僕好みです。 よくまとまっています。横。後ろ。俺4パックスの足がここにありますね。もういかにも強化合体したっていう感じ。近くで見ていきましょう。まずは胸部、および頭部。ここも綺麗でいいですね。こう造形があります。顔はこのようになっていて、あ本当に、私にいい考えがあるって言いそう。 いい顔をしてみますよね。目やシルバーの部分は塗装です。これはね、えー、っとね、付け根はボールジョイントなんだけど、あんまり大きくは動かないです。ただ左右にはグリグリ動きます。腕。ここにオートボートルのマークがあります。これステッカーですね。ここもそう。お腹。こことかもう本当に、あの僕たちの知るコンボイっていう感じ。 ここのところにもステッカーがあったり、シルバーの塗装。ここも超小さいステッカーがあります。腕。クリックは特にないですね。で、ここ、変形の時にお見せしたこの部分。ここを使えば、かなり腕を大きく曲げることができます。ロール。肘。手首の可動はありません。腰の可動もなく、足。 足には、えーとね、すごく弱いんだけど、クリックがあります。膝。それから、ロール。足首は付け根が軸になっていて、ま、あ変形の恩恵で、こう二重にスイングして、あとは左右。アクション手や足を大きく開くとこんな感じ。足がちゃんと設置しているところがいいですね。二丁のブラスター。 これそれぞれも持たせることもできるし、やっぱ連結してた方がいいよね。手に持たせると、このようになります。ああ、もう何回も言って申し訳ないけどよ。これもまさしく僕らの知るコンボイだよね。絶妙なマッっブさを再現しています。触ってて一つ気になったのはこの足首ですね。これは両方とも、まあ、軸の渋みで今立っている状態です。 まあこれが経年劣化でちょっとこう緩くなるとね、まあこういう現象が起きるわけです。まあ今のところ渋みがかなりあるんで大丈夫だと思うんだけど、まあここだけちょっと心配だかなと思いました。強化合体前のさっきのオライオンパックスの時は、まあ足回りがね、ちょっとスカッとするような感じはしたんだけど、まあこのオプティマスプライムの時は割とそういったところっていうのはあんまり感じないかな。まあでもね、やっぱり手に持つと、えーとね、まあちょっと軽いなという感じはする。 うん、でもいい。非常にいい。続いてはギミック。ビークルモードの時に収納したマトリックス。これが劇中のように胸部が開いて、これもうちょっと開くかな。ここ,ここまで開いて、これさっきのビークルモードのウィンドウの部分。ここを開くと、じゃーん。ロボモードでもマトリックスを収納しているところが見えます。これいいですよね。 あ、ちなみに大きさはリーダークラスだけあって結構大きくて、うーんーとね、20、22.5センチくらいあるかな。ボリューム的には十分ですね。さあ、このまま大きさ比較いきましょう。コンボイ。タイタンズリターンのオプティマスプライム。だいぶでかくなったのがわかると思います。あとは、スーパー陣来。大きさ的に大体同じです。トランスフォーマーレジェンズ。 メガトロン。これもリーダークラス。あとは分かりやすいところ行こう。今年本当によく触ったキャリバーオプティマスプライム。劇場版トランスフォーマーともいい感じの大きさ。劇場版からトランスフォーマーに入った人にとっては今回のオプティマスプライムはちょっと馴染みがないかもしれないんだけど、こうやってね、一緒に並べるとすごくいい感じです。あとはなんといってもこれですね。 マスターピース MP10 コンボイ。うん。あの、これよりもちょっと小さいぐらいかな。まあ、こうしてみると、大体標準的な、まあ、リーダークラスの大きさですね。大きさ比較はこんな感じ。というわけで今回のハズブロトランスフォーマーズパワーオブザプライム。オプティマスプライムのレビューいかがだったでしょうかこのおもちゃは海外のハズブロから発売されたおもちゃなんだけど、日本でも同じくパワーオブザプライム。 このシリーズで、これと同じものが発売予定になっています。おそらくなんだけど、パッケージが日本仕様になってて、中身は同じものになると思います。一通り僕は触って。いや、本当に、あの、レビュー中何回か言ってるけどさ、この正統派な G1 のコンボイのこのリメイクって、ここ最近、本当になかった。なんか、やっと、こう直球のものが出たなっていう感じですっごく嬉しいです。 しかもね、そのパワーオブザプライムっていうのは合体が一つのテーマになっているようで、今まで何かのリデコでこう出てたっていうオライオンパックス。もうそれがこうちゃんとこう商品化されて、それが合体してコンボになるっていうのが、めっちゃ熱いなと思った。これは大昔に戦え超ロボット攻めいトランスフォーマーを見て、コンボイで育った人はもちろん、劇場版から入ったちびっ子のあのオプティバースプライムを知ってる人にももちろん、この玩ングが遊んでてとっても楽しいんです。 気になった方、ぜひ、ぜひゲットしてみてください。これ本当にオタファおすすめのトランスフォーマー。あ、だけど、まあ一つ気になったのは、まあその全体のこのスカスカ感かな。人によってはすごく気になると思います。僕はまあ近年のトランスフォーマーっていうのをよく知ってるんで、まあちょっとね、こういうステッカーのややチープなところとか、こう手に持った時のこうスカッとする感じ、まあそういうのはあると思います。だけど、そうじて僕はよくできてるなと思います。まあ本当にね、 気になった方も、ぜひゲットしてみてください。でね、僕のお家の方にもうどん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 いろんなものが届いています。同じリーダークラスでね、今度はロディマスプライムをレビューします。<laughs> 楽しみにしててください。今回の動画面白かったな、楽しかった。オータファのトランスフォーマーのレビューもっと見たいという方、チャンネル登録や熱い高評価、どうぞよろしくお願いします。あと、どんなことでも結構です。オータファー、僕もこれ欲しいんだよ、とか。あー、これ早く遊びたいな、とか。 いやー、オタファ僕、元ネタとか、オライオンなんとかとか全然わかんないけど、これいいね、とか。他にも、今回のオプティマスプライムのこと、他のトランスフォーマーのおもちゃやリクエストなど、どんなことでも結構です。みんなからのコメントを待ってます。それでは、次の動画でお会いいたしましょう。オタフーでした。またねー。あのー、順次、トランスフォーマーいっぱいあるから、レビューするからね。<laughs> またねー。